こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス。今日は第310回をお届けします。石原先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今月ですけども、前回20代の方だったんですけど、気づいてみたらそれ以外の3回の方は今日も含めて40代の方が。そなんかいろいろ思うところがあるんでしょうか。事務職の方からいただいています。えー、美欄 <laughs> 紹介会社関係。<laughs> <laughs> この間高校の OB でしたけど、今度会社関係からですね。はい、はい。石原先生、そして早川プロ。なんかプ,プロボーラーみたいですね。毎回ためになる。<laughs> 早川プロいいね、これ。いみんなじゃあ早川プロ、ちょっと何とか徹底してください。<laughs> 毎回ためになる番組ありがとうございます。聞き始めてかれこれ3年になりますが、だいぶ思考が石原流に洗脳されてきたなと、恐怖に似た何かを感じるこの頃 <laughs> それはいいことだね。はい。笑い。恐怖に似た何かって気の面白いな。いいですね。さて冗談はさておき、今回お伺いしたいのは無償労働について と言っても家事やら何やらではございません最近東京五輪開催に4万人のボランティアエンジニアが必要だとの発言が話題になったりしたのもあって改めて無償労働について考えさせられました一口に無償労働といってもするのとさせるでも全く意味合いが変わってくると思います少々過激な言い方をすればボランティアと奴隷みたいな感じでしょうか ブラック企業残業代未払いなどといった話題で以前よりは意識が変わってきているかもしれませんがなんとなく日本人には無償労働に対して「偉い」とか「すごい」みたいなプラス補正のイメージを抱く傾向が強いのではないかと 私個人は感じるところはありますが、うん、自分を売り込むためや成長のためなどの自分のための無償労働は比較的ありな気がする一方、全員からの無償労働が時として周りに悪い影響を及ぼすことが実は多々あるのではないかとも感じます。<ー>このポッドキャストでも第234回の兄のビジネスを無給手伝う弟さんを先生はバッサリと切っていましたし、他に 例えば、著名なアーティストなどが気軽に無償で仕事を引き受けてしまうと、あの人でも無償でやってくれるんだ、みたいな意識が蔓延して、これから担う若い世代が、やっていけなくなり、引いてはその業界が縮小するなんてこともなくはないと思います。と、前置きはなくなってしまいましたが、先生が思う良い無償労働のあり方や悪い無償労働の例などについて、ぜひご意見を賜りたいと思いました。おそらく、経営において、値上げや富裕層ビジネスとも間接的に関わってくるテーマなのではないかと。 一人鼻息荒く盛り上がっている私にガツンと来る回答をお聞かせいただければ幸いですということです。面白いですね、えー。賢い人だね、うん。無償労働。来ましたね。どうですかこれでも僕はまさに、ポッドキャスト自体がある意味無償労働ですからね。<laughs> こうな、なんて言うんでしょう。ポッドキャスト自体をリスナーの方に。でもなんでしょう、この方、そう、賢いって僕うのもあれですけど、なんか結構捉えてるように僕は感じたんですよね。その、やっぱり、うん 無償労働っていうことで自分をまあ売り込むっていうことはいか分かんですけど、成長のためとか、そういうことが明らかに見えてるんだったら、全然ありだと思うんですけど、うん。うん 引けてる感覚がすごくいいじゃん、うん、こういう人があのなんかこう経営やるとちょっと面白い経営してる感じがする、ねねうんで特に最初の時なんで、まあ、企業ベースで考えた時も自分でまあ起業する前になんでしょうね本来であれば僕はまあそういうこと考えずにやっちゃいましたけど何か相手と自分より上の人と対等にやるためにはまあ知恵とかアイディアもしくは資金があればいいんでしょうけどまあない場合はやっぱりその何かそういう無償で労働するとか、うん、まあその辺はありなんじゃないかなっていうふうに 思うんですよねで、うん、あと個人的にはその悪い影響を及ぼすっていうのは何て言うんだろうな、うん、無償労働ありきのビジネスとかプロジェクトは、まあ、それがな成り立たないプロジェクトっていうのは個人的には僕は何か作りたくないなっていうか怖いなっていうのは思うんですよね。うん、作るならよほどの覚悟で,でいざみんな誰もいなくなっても自分で全部できるっていうものが見えるとかなんかそういうリスケッチしない限りは個人的にはやらないかなっていう。うん まあこれね、すごくある意味、真剣に答えて難しいテーマになるんだけど、うんうん、資本主義社会ってこ度のとこう何回か言ってるけどさ、資本主義社会っていうのは経済をベースに成り立っている社会とはいいながら、とは言いながら、何かに対しての対価っていうのは、お金以外にもたくさんあるっていうふうに考えた方がいいんだよね。で、お金以外にもたくさんある中の対価が見合うんであれば、正当なトレードであるっていうのもあるわけですよ。うんうんうん かか面白いねねこれあある意味お金以上の時ありますよだら個人の場合する側の場合は何をするかっていうのとそれによって何が得られるかということともう一個はやることが単純だったりね成長性がない場合には誰に対してやるかっていうことよね。 それトータルで返ってくるものを考えてこの場合はするこの場合はしないっていうふうに考えるのが良いですね、うん、っていうことですね。うん、例えばお金以外に何かあったら満足度とかさ、うん、成長とかさ、うん、いい気分とかさ、うん、誰々からのお礼とかさ、うんはい、あるいはその人との人間関係みたいなものがその無償の行動に対してリターンで返ってくるわけじゃん。うんうん ねでまあ、さっきも言ったみたいに自分の成長っていうね早川君だけど、うん、自分が成長する機会だったらお金もらわなくても成長というものがくついてくるからやれるし、うん、大好きな女の子がそのことでこっちに感謝してくれるんだったら誰の感謝よりもいいかもしれないとかね、うんうん、あるいはうんとその人が世界でも有数の金持ちだった場合にはものすごい単純なことでもその人から覚えられるという価値があったら 本当お金払ってでもね学びたい人がくそほどいるわけでそうそうそうだからそういう意味ではする側としたらそれをすることによって何が得られるか、うん、まあ自己成長なり何なりを中心にだよねだ、うん、から自己成長しないにした時にはもう経験済みのことをやる場合、うん、成長がない場合は誰に対してやるかみたいなことが、うん、実は基準値になりますねで今度はさせる側ってなった時にも、うん 実はそれとと同じことでゼロ円っていうのはさすがにその商業活動的に言うと縛りがあまりにもなさすぎてしまうのでうん、うん、何らかの金額を払いながら金額よりもたくさんのことを相手に要求することも実はできるって考えた方がよくて、うん、それは相手がまあ感じるか、うん、教えてあげるか、うん、理解させるということで、うん、えだってお宅の会社もしこれをやったら。うん 社員こんな成長するよって言ったら、うん、あ、なるほどって。金額プラス成長か。うん、じゃあ、OK だなってなるかもしれないし、うんうん、これをかこの活動をすることによって、ね、どこどこさんと仲良しになるかもしれないし、とかさ。うん、あるいは、え、あれをやったんですかみたいな一員なんですね、うん、みたいなことでブランドが作れるしって考えると、うん、実は値段以外の対価の方で、相手を動かすっていうか、うんうん ビジネス的に縛ることともできたりとかっていうのもできるし、うんうん、でこっちがメジャーになればなるほど、うん、周りの人は無償に近い形で普通の会社が契約するのと全く違う破格の契約で、うん、まあ金銭的にってことですよ、うん、動くってことになったりするし、うん、逆に言うとこいつが本当に自分がメジャーになってしまうとお金払った方が取られるものが少ないっていうの<ー>下手に無償でやってもらっちゃった時には相手の方がお金もらえるよりも価値になっちゃう場合も あったりするしみたいな感じで、えー、理解させる勘、うん、のいい人を呼び寄せて使うみたいな、うんうん、そんな感じになってますよね。だから何かこうまあ無償労働をしてもらうというか受け入れる側の話今ありましたけど、うんうん、逆になんだろう、まあ、自分自身も含めてですけど経験したいろんな人見てきたり思うんですけどやっぱその。 まあ、労働って言葉なのか分かんないけど、やっぱりお金以外のもので対価っていうことを考えるときに、特にそのステージが駆け出しの人のときに、なんか本当にある意味無償労働みたいな感じで終わっちゃう人と、なんかそっからそれをこう、ちゃんとあくまでも最初のステップとしてうまくちゃんとやって変われる人っていうか、その辺の境目って何ですかねまあ今の中にも答えなったかもしれないです。あ、それあれだよ。察知能力や,やっぱ察知能力。そうそう。でもやってみないと分かんないから、うん、失敗しながら経験することですよね。うんうん あとは本当の無償労働って言っても、やっぱり何かそこに、その時はちっちゃな種かもしれないけど、才能とかセンスとか、何か感じるものというか、そういうのがないと、なんかそこから早がるのって難しいのかなとも思うことはある、ね、一番不幸なのは、相手の見返りを勝手に期待してしまって、見返りがないのにやり続けるっていうんですよねうんうん、うん。勝手に期待しちゃうてそうこうですそね それはなんかこう悲しい結果を呼ぶけどでもそれも何度か経験しない限りはこの手の人に対して何かやったらダメなんだなっていうのをやっと勉強するみたいなことがあるじゃないだから成長意欲のある人はとりあえずいろんなことを無償でやってみてその中でさっき言ったみたいに自分を成長させる機会なのか何か得るものなのかそうでなければ対象とするもの人 が何なのかみたいな感じで選ぶべきだし逆にその使う側としてはなるべく優秀な人間をさらに優秀な形で使うためには一概にお金だけではないっていうこともだって100万円払うからこれやってねって言って A っていう会社と B っていう会社に払った時に100万円でどんだけ人の真剣さ変えるかって言った時にはこれ保証できないじゃん。だから100万円払ったた上で真剣にになるためには こんなことこんなことこんなことがあるよっていうふうにさらに説明してこれが1,000万の価値だみたいなことを僕に認知させてやるほうがいい,い実はそこが一番大事ですよね金額よりもこれあのやっぱり今話聞いてるそのこういうお金を返さずに何かをするされるっていうのって、うん ステージ別で結構いろいろ状況違うと思ってて、うん、まあ駆け出しの時は今みたいなのあると思うんですけど、うん、逆に今、うん、石原明さんがお金をもらわずに何か頼まれたらとかやるってことはあるんでしょうか、うん、あるとしたらどんなことなんでしょうかえ全然あるある普通,例えば普通にやってるいや例えばっていうのは自分よりもはるかにレベルの高い人とお付き合いするときはもうん、それ礼儀中の礼儀だよねだってその人たちの時間は僕の時間よりも何倍も価値があり、うんうん なわけじゃんそれをこっちに向かってくれるってことは、うん、あり余るほど返さないとだめでしょ、うん、で向こうもそれが分かるから、分かるねっていうことで、さらに向こうから物が返ってくるから、うん、よくやられたらやり返すっていう言葉を使うんだけど、うんうん、やられたらやり返すは、本当に富裕層の言葉なんでね、なるほど。それはプラスの付け合いいって,いうのがってあじゃあ、そういう意味では、ステージ上がってても、そ<の>上がれば上が,上がるほどってことなんですね。そそ、うん、そうそうそう すごいなでもその意識はずっとやっぱ持ってるんですねやっぱり人によってはこう天狗になっちゃう人とかもいるわけじゃないですかもうそういうのはなんか持たないみたいな人もまあセンスないよねうん、うん、っていうか観察力が足んないんじゃないですですよねうんだそれをなんかお金なんかでやっちゃったら崩れちゃうわけですからねうんとね このレベルの人はお金は失礼とかね、そう,そ,うそういうやつ、うん、それはその、払う方も失礼だし、請求する方も失礼っていうやつとか、かうん、そういうレベル感があるんですよ。お金が時としてね、状況によっては失礼になるってことも一つ覚えときたいですね、そういう。めちゃめちゃ重要です。 ね、はい。ね。これ、ちょっとプレミアムだけ1時間も使わないけど、やっぱりなんかその辺も今度いつか聞きたいですね。<laughs> あの、なんだか感覚でわかりますか。はい。ということで今日は第310回をお届けしました。石原先生ありがとうございました。うん、ありがとうございました。